皆さんこんこにちはレック専任講師の横溝ですただいまより2020年度行政書士試験向けレックがお届けする合格講座を中心としたですね試験対策講座のご案内ということでお話をさせていただきます。今回のタイトルは「2020年合格のための3つの戦略」というものなんですね。 だいたい三十分ぐらいのお話になると思います。最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。さて、二千二十年度行政書士試験、えー、いよいよですね対策講座が本格指導をし始めるということなんですね。まあこんな感じで、えー、行政書士パーフェクトコースと言われるものが特に初めて、えー、ですね行政書士試験を挑戦しようと。 思っている方いやそれから一、うん、回受けたことはあるけれどでもあまり十分勉強できないまま受けてしまったなとか実は2018年度以前に受けていて2019年度受けてなくて2018年度以前に受けてるとかねそういうような状態でしばらく久しぶりに受けるということをまたやってみようかなと思ったんだとかあそういったような方々にですね 合格のために必要な知識をきちっと提供しおよびそれに対する問題演習もしっかり提供していくというですね、まあ、レックの中心的な試験対策講座これがパーフェクトコースと言われるものなんですね。で今回はこのパーフェクトコース特に中でもその中心になるのが行政書士合格講座と言われるものでこちらは私もですね通信講座 ですけれど全科目担当して今回は全国の皆さんにお届けをしていくそれから生クラスですと渋谷駅前本校というところでやはり全科目を担当してお届けをしていくということになっているわけなんですが、まあ、そういったーパーフェクトコース合格講座など上手に使いながらですねいかに短期で合格を果たしていくか、まあ、2020年度試験の合格をきちんと果たしていくか。 あ,あそれについてですねえやはりしっかりとした戦略がないと困るだろうということなんですあの基本的な戦略ってどういうようなものであるのかと言いますとこんなイメージを持っていただくといいのかな3つの戦略上から順番に得点戦略学習戦略ツールの戦略と言われるものですねやはりこれは行政書士試験だけではなくてどんな試験を受ける場合であってもまず最初に その試験がどういうようなあ科目が出されどういうような配点でどこをどう攻めていけば合格ラインに到達できるのかそもそも合格するための要件ってどうなってるのかそれをまずしっかりと把握することこれ何よりも大事ってことになりますよねだから一番目の戦略っていうのは何と言ってもこの得点戦略だということまあ、別の言い方をすれば試験を知る敵を知る そこが一番大事だということになるんですではその試験を知ろうということについてですね、えー、こちらの資料を使いながらお話をしていってみたいと思いますはい、こちら行政書士試験案内というふうに書かれていますけれどまず出題形式等々ですねそちら見てみましょうかまあ、五種択一式多種選択式記述式と 3つのパターン出てくるんだということなんですけれどまあ,あその詳しい内容はともかくとしてですね、えー、実際にどのくらいの問題数なのかなってこちら一覧表になっているものねうーん全部足すと一体さあ何問でしょうって暗算をするような感じになりますが、はい、これ合計すると実は60問あります。60問ありますそして配点 全部足すと300点ありますね、これちょっとまず知っててください、えー、行政書士試験は全部で60問出て300点満点の試験だということなんですねで、そのお60問の内訳なんですけれどこちらですはい、法令科目と言われるものと一般知識等と言われるものの大きく2つに分かれるということになります 一般知識の中はご覧のとおり政治経済社会情報通信個人情報保護文章理解という3分野から構成されているんですが全て五種択一式の5つの中から1個正しいものを選ぶっていうねマークシート式の試験ということなんですね。それから法令科目の方は同じような五種択一式の試験が何科目か分出てくるということとそれから多種選択記述といわれるような ちょっと特殊な出題形式のものもあります。多種選択というのは、上のところに説明が、ちょっと上がっているので、それを見ていただくといいかなということなんだけど。あの文章がですね。十行から二十行、もうちょっと長い場合もあるけど、与えられ。中の語句、四箇所が空欄になるんですね。あいうえって、四箇所が空欄になっている。で、その空欄に入る語句を。 20個5群が与えられているので1番から20番まで正しいもの1個選んでその番号を答えていくっていうそういうようなスタイルが多選択式と言われるものです記述式っていうのは文字通り自分で書く40字程度で書くってそんな長い文章じゃないんだけど40字程度でえ問いに対して答えていくということになっているんですね。そしてこののの点点満点の試験ななんんでですすがじゃあ合格ラインはどのくらいなんですか はい、下のところを見てください合格基準というのがそちらに上がっているかと思いますけれどこの中の3番目から順番入れ替えて3番目からです要件の3というのをご覧ください。はいこちらあ試験全体の得点が満点の 60%, 点60以上であるということで300点満点の60%以上つまりこの行政書士試験まず合格するためには全体の 六割百八十点以上を取らなければいけない、そういう試験です。基本的に、この百八十点という合格の最低ラインは動かないと思っててください。 下に小さい時でね、2014年だけはまあ、一応、ですね補正措置ということがこの辺か、2014年補正措置で166点以上で合格なんていうことを1回だけやったことありますが、これはあくまでも本当にイレギュラー対応でしかないので、基本的にはあ180点6割取らないと合格はないという意味で、絶対評価の試験なんですね。宅建試験 などを受けたことある方もいらっしゃるかもしれません。社労士の試験を受けたことある方もいらっしゃるかもしれません。毎年合格ラインが変わるような試験というのが資格試験の一般的な形なんですが、行政書士試験はそうではない。絶対評価です。こういう絶対評価の試験って他で見ていくと簿記ぐらいですね。簿記の試験と行政書士試験ぐらいが絶対評価だということなんですよ。その意味では180点をしっかり取る。だから。 この試験は最初から最後まで自分との戦いってそういうような特色を持った資格試験であると思っていただいていいと思います。それからもう一つ気をつけとかなければいけない要件が実は要件の2番なんですね。先ほども言いました一般知識科目というのが出るという話をしました。この一般知識科目が実は14台出ます。語詞卓一式は1問4点なんですよ。 だから56点満点って要は14問出てるから 14×4 で56ってそういう計算になります。で24点以上ということは今度4で割って6問以上正解してないと実はその段階で基準点割れということになっちゃいます。つまり一般知識等の科目が5台以下の正解だとその段階で即不合格なんですね。合計点がががを超えてよようううどし 一般知識で5問以下だったら即不合格になってしまう。そこも非常に気をつけなければいけない点の一つだったりはします。まあ、そのあたりクリアしてれば要件1をクリアしないことはないので、要件1はまあ,あんまりそんなに重要な要件ではありませんが、一応法令科目300点から56点引いた244点満点のところで、えー、その半分以上は取ってなさいってこれ取ってなかったら絶対合計で、 180にいかかないですから、ね、あの法令科目122点以上取ってなかったらあ一般知識満点点ででも180点いかないでしょだから絶対122点以上は取ってるっていうことになるのであんまりそんなに重要な要件ではありません。ただこうやって得点戦略としてですね合格するためにいくつか条件があるってことはまずねきちんと知っとかなければいけないかなっていうことになるんです。 はい、ということで、えー、しっかり力を入れていくべき科目というのは、まあ、もちろんまずはこの一般知識のところでね、えー、っと6問以上しっかり正解できるようにするというのも大事だしそれから一般知識ななかなか満点取るのは厳しいです。合格者が取る点数で8問だから32点ぐらいっていうのがおおよその一般知識の目安です。そううすると180点以上で合格しななけければいけないというためには、 法令科目で一定の点数を取らななきゃいけない。け法令科目で一定の点数を取るためには一体どういうようなまずは科目に注力していくべきなのかこの辺も得点戦略としてとても大事になってきますね。ということで、はい、法令科目こちらの表の中を見ていただいてですね法令科目のところをちょっと拡大してみますがいろんな科目が特に語種択一式のところは出てますね。 その中でどこに力を入れたらいいかこれまんべんなくやったらいいっていうのはナンセンスです。まんべんなくやるというようなそんなことをやって短期に合格するというのはやっぱり厳しい。ね、あの出題数が違いすすぎるんですよこう見ての通りですねこの五種択一式だけで考えても商法会社法ってやたらこの枠は大きいですけど5台しかないんですね。一方で <laughs> 一方で,ですよ、このお五種択一式の中で行政法っていわれる科目はなんと19台もあるんですよ、出題が、ね。そして今回大きく再建法改正ということで改正され、まあ、当然改正部分から試験出てくるだろうなと思われる民法が9問の出題とということになってます。ですからまずこの2つなんでしょうね。 この2つです行政法とそれから民法っていうこの2つをしっかり固めていくということは何といっても重要だって話になってきますね。だから得点戦略の最初としてはやはりここの行政法民法でどれだけ点取るか特に行政法のところでどれだけ点が取れるかっていうのは行政書士試験の合格っていうことを考えた時には非常に重要だというふうに思ってください。 ですのでこの得点戦略と言われる最初の戦略から浮かび上がってくる次のね学習戦略と言われるものはやはりその重点的に勉強する科目はどれだっていうことをあらかじめ知っとけっていうそういう話につながってくるんですね。さて、えー、あらかじめ重点を置いて勉強しておかなければいけない科目そのことははいこちら。 合格のための3つのポイントってところにも大きく書かれていますやはり何といってもまずはそこに書かれているようにですね民法と行政法の攻略に重点を置いてほしいということになるんです何しろ卓一の中で両科目足すとですね法令科目で卓一それから多種選択記述と全部の出題スタイルでですね民法と行政法で出てるものを全部足すと188点あるんですよ うち行政法法がが点点分分ありりますす残の民でだから特に行政法というのは112点分の配点が300点満点で与えられている3分の1強の配点が与えられているということになるわけですからまず行政法を攻略せずに行政書士試験の合格はありえないってことになりますね。 次いで76点分の配点がある民法この2つの科目をいかに早くきちんと自分のものにできるかどうかというのが行政書士試験の合否を分けるというふうに考えていただいていいだろうということなんですね。そして少し、えー、踏み込んだお話をしますとですね確かに行政法大事なんですよ。 ご覧の通り行政法の出題と言われるものは五種択一式で19台それから多種選択式で2台記述式でも1台と全部の出題スタイルに出てくるっていうようなそんな科目だったりはしますですからとても重要度はもちろん高いんですまあ民法は五種択一式とそれから記述式だけに 出てきているということで多種選択にはないんですけどねで行政法大事だということになるんだけれど実はこの行政法のベースになる科目というのが憲法なんですよだから憲法もメイン科目の一つだと思っておいていただいていいです憲法と行政法憲法基礎法学で七問となっているけど憲法は五題あるんですだから 行政法の112点に憲法択一5台と他支選択1台で28点分ありますつまり両方足すと140点分あるじゃない、ね、だから憲法と行政法の合計点の140点っていうところでいかに点をどれだけ取っていくかっていうことが実はものすごく重要だということをね学習戦略としてまず持っていてください。 ですから皆さんが勉強を始めるにあたって法令科目で真っ先にマスターしていってほしいのは憲法と行政法そしてもう1個は改正がたくさん入ってくる民法この3本柱ですねこの3本柱をしっかりと攻略していくということが2020年の8月の終わりが1つの目安です。そこまでに きちんと形にできるかどうかということをですね意識していってほしいまあそんなイメージだと思ってくださいそれからもう一個がね一般知識ですよね一般知識については一般知識についてはこちらの方にポイント2ということで用意したあ記載を見ていただくといいですがこちらですねはい一般知識だとやはりまずはその基準点割れを防ごうと ここういういとが最大の目標にもちろんなってくるわけです。で、それというのは14台中の6問以上正解すること、ね、5問以下の正解に終わらないということそのためには一般知識の中ご覧の通り3分野から構成されていて7問4問3問で合計14台っていうね、まあ、一般的な出題の割り振りってこんな感じです。中でやはり得点しやすい分野とそれからそうでもないなって分野があるんです。 得点しやすい分野ということでお話をするのであればやはり何といってもこのここの2つですね情報通信個人情報保護といわれるものと文章理解この2つをしっかり得点できるかどうか合計で7台ありますですからこの7台で、えー、5台以上の正解を勝ち取るというのは一つの目標にしておいていただいていいのかな。 そうすると政治経済社会が補完材料みたいな形になって合格に必要な例えば8問というラインを考えた時にも7問中3問ぐらい正解していればあそれ十分8問というラインに到達できるでしょ。そこが一般知識攻略のところにあたってですねとても重要になってくると思っていただくといいかなということなんですね。だから 学習戦略としてはやはりその注力するべき科目非常に幅広い分野にわたる出題内容に行政書士試験はなっていますので全部をまんべんなく同じようなトーンで勉強してしまうとなかなか短期できちっと合格するというラインに到達することが難しかったりはします。ですから その力を思い切り入れるべきところとそうでもないところというのをきちっと分けて力をきちっと入れるべきところに限られた時間をぐっとかけていく行政書士試験を受けている方の主力はやはり40代なんですね、えー、30代から40代の方、まあ、もちろん50代の方もいらっしゃるけれどその30代40代、まあ、50代そのぐらいの年代の方が多いです30代半ばから50代の方と。 言ったらいいかもしれません。これは男性女性ともそうですね。もちろん最年少で受けている方15歳とかね、えー、そういう方もいらっしゃるけれど、やはり10代の方の出願率はそんなに高くないし、20代もそこまでではないんですね。まあ女性の場合に20代後半から少し増えてくるかなっていうのはありますけれど、やはり結局は多くの方が社会人であったり、それからお子さん小さなお子さんがいらっしゃる方だったり、または最近だと 介護すべき家族がいるという状況で受けていくとか何かしら抱えている方が受けてきているケースが圧倒的に多いです洗案で120%自分の時間を勉強に使えますっていう方もいらっしゃるんだろうけれど少数派ですってことを考えるとやはりこれだけ幅広い分野から出される試験であるからこそしっかり点数に結びつき合格につながる分野を優先的にきちっと勉強していく その姿勢はとても大事だということになってくるんですこれが言ってみればこの学習戦略って言われるものだと思ってくださいその方針というのを勉強を始める前の段階で持っているかそれとも持ってないか大きな差になります大きな差になりますだから学習戦略をきちんと持った上でゴールを見据えてそこから逆算して だから今これをやるべきなんだってことを明確に意識していく、そういった学習スタイルをですね、ぜひこのガイダンスを見た後、ご自分で考えていただいて、そしてそれにふさわしいツールを選ぶ。ツールを選ぶのも戦略です。ツールを選んでいくのも戦略だということになります。レックの行政書士試験対策講座ということで言うのであれば、このツールとしておすすめしているのは何と言ってもこちら。 パーーフェクトコースと言われるものです、ね、まあ,あーパーフェクトコーススペシャルと言われるものとそれからパーフェクトコースってありますけれどまあまあ,あそこの中のメインと言いますのは本当に初めて勉強する方であればこの初めて学ぶ法律入門講座と言われるものから始められると良いかとは思います。 まあ本当にどんなこと勉強するんだろうみたいなことをねざっくりお話しするというものですよねそしてどんな方でも一番最初にきちんとまず身につけるべきなのがこの合格講座と言われるものだと思ってくださいでこの合格講座に関しては全64回1回2時間35分という授業になってますけれど 基本的にこの講座をですねしっかりご自分のものにしていただければ合格に必要な120%以上の知識は身につきます。ただから知識レベルとしては合格講座で提供する内容で十分だとゼロから勉強を始めてそこまでぐっと引き上げることができるそういう内容になっていると思っていただくといいです。それだけ効率よく勉強できるカリキュラムになっているということですね。 そしてやはりこの合格講座でですね学んだことをいかにきちんと復習という形で自分のものにしていけるかどうかですねそれが重要になってくるんですけれどその合格講座については復習ドリルというのを各科目必ずつけますこの復習ドリルがついてくるとですねまず復習する際には合格講座の授業を聞いたら その該当分野の復習ドリルをまずやってみて、ね、その上でそここでかからなかったことをテキストに戻って確認するあのテキストを何度も何度も読み返すみたいな勉強は実は非常に効率が悪い勉強だということは脳科学的にもはっきりしてますだからやはりどこが分かっててどこが分かってないかをしっかり確認していくっていうためにも 1> 1回授業を聞きましたたなんか分か分った気がするじゃあ復習ドリルでやってみて本当に分かってるのかどこは実は分かってなかったのかそこのメリハリ濃淡をはっきりつけて分かってなかったところから振り返ってきちっと自分のものにしていくというような学習を64回繰り返していくということですね。これは通学クラスで受けていく方も通信クラスで受けていく方も皆さん共通の課題であると思ってください。 そそしてその日々の復習ドリルでのですね、えー、ご自分のセルフチェックですよねそれを今度は問題形式で答練形式で確認しましょうというのでこのグリーンの科目別答練というのがあるわけですやはりインプットとアウトプットをバランスよくコースの中に入れているというのはこれはツールの選択の戦略として目のつけどころをとても大事になってくると思ってください。それから一般知識の中でも文章理解 やはりここが3台出るわけだけれども、できれば2台はしっかり正解していきたい。そのためには文章理解というのがどういうものが出て、どういう解き方をしたらいいのか、その学習上の知っておくべきテクニックですね、そういったものを学ぶのが文章理解特訓講座と言われるものになります。その他、記述対策の講座が入り、公開模試があるということで、やはり、えー、これからね勉強を始めていこう 久ししぶりに再開しよう一回やってみたけどちょっと不安な部分が大きいというような方はこうやってインプットとアウトプットのバランスがきちんと取れているようなコースをしっかり選んでいただいてそして一歩一歩2020年の合格に向けて歩みを進めていくということですねこれはツールの選択戦略としてとても重要になってくるというふうに思っていてください。 もちろん2020年度試験に向けては民法が全面改正されているものが初めて出題されてきます。債権法改正や相続法改正などが一変にドンと出てくることになります。まあ、初めて受ける人からすれば、まあ改正されたと言ってもね、あこういうものなのかなっていうので勉強してもらえれば全く問題はないですし、まあ、今まで勉強したことある方はやはり。 どこがどう変わったのかなということを意識しながらね学んでいくってことができるような事業の進め方になりますので、まあ、そちらもですね、えー、安心してついてきていただければなというふうに思っています。ということで今回は合格のための3つの戦略ということだったんですがそれがこの3つですね改めて振り返ってみると得点戦略。 まずは試験を知るということどこをどういうふうに点取っていったらいいのかってことをまず確認するその上でそれに見合った学習のやり方というのはどういうものがあるのかそれを知っていくそしてそれに合ったツールをきちっと選ぶという意味で REC ではパーフェクトコースというものをおすすめしているというこれが合格のための3つの戦略だというふうに考えていただくと良いでしょうね。はい、といととうことで このレックのパーフェクトコース合格講座ですね、えー、こちらお試しウェブ受講制度というものがございます。 こちらですすねお試しウェブ受講制度といいうのがございますぜひこちらレック行政書士お試しで検索していただくと良いかと思いますけれど、まあ、要はあ体験受講をしてみようということです特に通信クラスで受けている方に関しては体験受講ということをですねえした上で安心して実際にお申し込みいただくということをお勧めしています。それれから通学ででというのであれば まあ今やったようなこういう講座についてもお近くのレックで無料講座説明会やってますもちろんこれ通信で受ける方もお近くにレックの本校があればあそちらのところでえ無料説明会で直接いろんな先生から話を聞いてみるそれから無料体験入学もできます例えば渋谷駅前本校ではあどの科目のどの回であっても無料体験入学ができますので。 こちらは渋谷駅前本校までねお問い合わせいただければということになってますやはりしっかり調べて納得してよしじゃあやろうということでお申し込みいただくのが一番ですまあ、それもある意味戦略かもしれませんけれどツールの選,選択の戦略としてはねそういった意識を持つこともとても重要だというふうに思いますはいえということで、えー、今回ですねこの2020年合格のための3つの戦略と いうお話をさせていただきましたぜひこういったお話を参考にですね今度はパーフェクトコースの授業の中であなたにお会いできることを楽しみにしています今日は最後までお聞きいただきましてありがとうございました